新潟県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は3。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数57万1275人、投票率66.59%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数54万9483人、投票率73.18%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、53万1750人、投票率 71.、71.61%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、52万1046人投票率 70.、70.60%、第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、 当日有権者数、50万2572人、投票率 77.、77.41%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、49万8024人、投票率 71.、71.67%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数。 48万2683人、投票率74.89%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、45万5938人、投票率73.06%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 432,730万人、投票率 65.、65.88%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数39、397。794人投票率 78. 10、78.10%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 377,776人、投票率77.87%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数338,220人、投票率79.50%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数342,804人。 投票率 78.、78.18%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、311,068人。投票率 82.、82.66%第26回衆議院議員総選挙4月19日、執行。当日有権者数、293,338人。投票率、 75.63%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数。29万9873人。投票率 77.。77.08%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。27万4508人。投票率。 64.42%第23回衆議院議員補欠選挙12月19日執行当日有権者数人投票率32.95%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数27万846人投票率61.17%ありがとうございます